はい、こんにちは、ペッセルでございます。シティーズスカイラインですね。続きやっていきましょう。で、ここにね、ちょっと配置してみました。で、まあ一つ来始めたんで、まあ徐々にね、というところでしょうね。で、次は、一マスをここやね。ずれちゃう。詰めときゃなんとかなるかなとは思ってるんですけどね。あとはもう勝手に立ち始めてくれたら。あとは南部に、地下鉄もう一本ね、引いときたいね。まあどっか家潰さないといけない形になるんですけどね、まあこれはちょっと後にしましょうか。とりあえずね、発展し始めてくれないとお話にはなりませんので、林業地帯もなぁ、もうほら、こんな感じなんですよ。もう完全に衰退しちゃってて、増える気配が全くない。住人がいないからね、どうしようもないんだよね。もっと使うか。とはいえなぁ。という現状ですね。あとは一般工業地帯もね、立ち始めてくれないと。これなんだ。ああ。建設か。
こまやな、全然クルーのアレンジしてくれてるんだけどね、燃料が足りない。ああ、そういうこと。しょうがないね、立てましょうか。家建てたらな、とりあえず住んではくれるからね、レベルアップはそこそこやってくれるんですけどね。ああ、間違えた。すぐ塗り直さないと。ギリまあ騒音は届いてないか。あれ、ここハイスクールないんだっけ。ああ、そうだ、3000人もいや。そう、バス路線作らないといけないんだよね。上やったね、確か。
あ、違う。左側通行やから、まあこんなもんやね。よいしょ。ちょっと復活した。ああ、まあ繰り返してんな。接続性の問題もあるんだけど、ここは40人ね、の料理してるんだけどね。で、こっちもなんだけど、ちょっと、え？なんで？ここの路線。
ああ、降りてるやん。びっくりした。全然人気ないんかと思った。ね、ここもちょっとあ、ここはか、そうか、当たんのか、そういうことね。まあ50人ぐらいね。あ、ここはすごいけど、産業が伸びねえ、本当に。もう手動で立てていくしかないんかなあいうところは。6444潰れさえな、不足や言われて。あ、この引退は、うん、立ってきてくれたね。まあ、利用者が増えればね、また変わるんで。
ソンルート変えちゃいます。となると地下鉄も動かさないといけないのか、ここの道削ったら。はい、というわけで、ちょっとまだまだ途中ではあるんですけどね、この辺にしと。したいと思います。よいしょ。まあ遊んでる土地はね結構いっぱいあるんでね、まだまだやることいっぱいあるんですけどね、人口が増えへんからどっから手つけていいのかがね、やっぱそこですよね。はね、もっと使ったりとかするんですけどね、できるだけちょっとやっぱり自分でこう増やしていきたいという思いがねありますんでね。はい、ということでまた次回となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。